たち新しいお店たちがめちゃめちゃすることを分かっていながら今の地区に送り込んでいたんです。ワインデイのお店たちは家でなくした店とポテトどんどん固めをどうしてアンデイが自分たちを探していることを知りました。アンデイ私たちは捨てたわけじゃないんです。もう気がつくのが遅すぎました。もう今の地区にから出られないように閉じ込められてしまいました。でポニーの家の、おもちゃたちからローはひどいやつで潜在動画を着てありません。ひどいて危険ないやつで潜在動画を着てところで教えられました。みんなと好きな今日潜在動画に戻ったウテイはみんなに言いました。今夜みんなでここから逃げるでウテイちゃん力を合わせて、もう虫組の部屋を抜け、大事ゴミ、ゴミ出し。俺、パスタのあれ買ってあったよ、一個、多分。そっちだよ、と言いました。うん、そこ待っていたのは、ロッテち帰ってこいよ、お前たち。捨てたやつのところに戻ったってしょうがないだろ。そんなことはね、争っているうちに、ゴミを集めるトラックがやってきて、おもちゃたちをゴミと一緒に包み込まれてしまいました。ゴミの山の上に落とされたおもちゃたちはどうしたらいいのかって分かりませんけれども、考える間もなく滑り会がやってきました。やってきてベリコンベアの上に落とされてしまいました。ゴミをドクドクと